じゃんくん、ぽんちゃん、これからちょっと朝のお散歩に行ってきます。今8時半です。今日は散歩もそんなに長くせず早めに帰ってきて、お風呂に入った後、黒犬パパは、午後に髪を切りに行きます。この今長くしているのが、どうやらなんか良くない気がするので、もうカリンカリンに超短くする予定です。幸運を招く短髪。 なんとなく昔からそういう気があるんですよね。なんか短く刈り上げるといいことが起きるって信じてます。なんかオカルト趣味だけどね。さて、それはそうとですね、先日、楽器店に行って、新しいその展開をというふうに、相談したところ、サンプラーとか、いわゆるリズムボックスみたいなのは確かにあるんだけど、それよりも今のスマホはすごいですよということに話がなりました。まあ楽器屋さんとしては、スマホを勧めることで売り上げにはならないんだけど、とてもいい店主さんなので、スマホにサンプラーのね、アプリを入れて使うのが一番現実的かもということで、スマホをステージ上で鳴らすための、付属品を、手に入れてやったらどうですかという話です。そして、それだけじゃなんか申し訳ないのでですね、まあプラスチックものなんですが、カズーですね。わかりますか？ビビビビっていう音がする。これを加えて喋るとですね、息を吹きかけるだけだと何にも音はしないんですが、んな音がします。そしてこれはシェーカーですが、びっくりしました。びっくりしました。これを購入。そしてこれはね、そのお店で、マオイママさんのためにということでプレゼントいただいたものですが、オカリナの今度はストラップを買いました。すごく安い買い物で申し訳ないんですが、今後ね、そういうアドバイスのもと、いい音楽をやって、そのお店にも還元したいと思います。はい。そこのお店のオーナーは、フォークソング同好会の主催者でもあります。フォークソング同好会を盛り上げるのも頑張ります。出た紐。取られた。君たち強いね。